こんにちは、外勘です。検証大好き、外勘です。はい、検証大好きと言いましたので、今回も検証に当たりましたので、報告をしようかなと思います。今回の当選品は、こちら。メルカリ5000ポイントです。メルカリ様、ありがとうございました。当たったから当然なんですけど、メルカリやってます。メルカリのいいところはですね、個人の有料のセラーさんが多いんですね。なので、中古品を買おうと思ったら、状態のいいのが手に入るっていうのが、何よりの魅力じゃないかなと思います。個人の有料のセラーさんが多いっていうのは、この点は、ヤフーや他のオークションサイトではかなわないですね。メルカリがもう、間違いなく一番いいと思います。もらったメルカリ5000ポイント、何買おうかなと思ってて、前回この iX パンドからマイクロ SD 取り出したじゃないですか。これの 256GB がだいたい今3000で買えるんですね。で、まぁ、ちょっとしたわらしべみたいな感じで、安く買えてお得って感じだったんですけど、まぁ、これ前回分解して、で、しかも 512GB だったんで、まあ、もう、いいかなと思ったんですね。いつも、いろんな、ジャンク品とか、いじったりとかしてるんで、今回はですね、服をですね、買ってみようかなと思いました。今回買ったのが、こちらになります。ブルックスブラザーズの、ボタンダウンシャツです。それぞれ3000円で、1000円追加して、6000円で買いました。これどっちもですね、ほぼ未使用品だったんですね。もう、これ変えてですね、すごいテンション上がりました。はい、いつも通り、全体像です。まずは正面から。続けて裏側。また正面から。また裏側。続けてタグを見ていきたいと思います。スーピマコットンって書いてありますね。いい面のシャツが手に入りました。やった！続けて2枚目のタグを見てみようと思います。レッドフリースのラベルが貼ってありますね。これもですね、いいシャツなんですね。着てみた感想なんですけど、どことなくですね、自分が品が良くなった感じがしました。やっぱりですね、ブルックスブラザーズですね。アメカジが好きな人は、アメカジブランドの中でも、アメリカ製のがいいってなりがちなんですけど、ボタンダウンシャツに関してはですね、丈が長い傾向が強いんですね。なので、僕が今回、買ったボタンダウンシャツ、アジア製なんですけど、全然ありなんで、アメカジブランドのアジア製の、買ってみるのがですね、結構狙い目でいいんじゃないかなと思います。ちょっとですね、ボタンダウンシャツが今僕の中でマイブームなんですね。今回買ったブルックリスブラザーズの他に、他にも買ってるので、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずは、セロ。これはですね、アメカジブランドなんだけど、着丈が、短いメーカーっていうことで、セロがあるって前から聞いてたんで、お試しで買ってみました。着た感じ、ちょうどですね、ぴったりですね。小太りな人には、おすすめできるブランドだと思います。続けて、ラコステ。これもラコステ。ラコステってこの、今僕が着てるこの、ポルシャスのイメージがあるじゃないですか。で、それもあるので、ラコステの、ボタンダウンシャツはですね、生地も良かったんですけど、結構穴場じゃないかなと思うので、狙ってみるのをお勧めします。で、最後に、ブルックスブラザーズ。
これちょっと気だけ長いですね。後でリサーチしようかな、どうしようか、ちょっと考えてます。5枚買ったんですけど、ちょっと、足りないですね。あと1、2枚最低でも欲しいと思います。またですね、出物があったら増やしていこうかなと思います。メルカリ様、今回は本当にありがとうございました。今回古着買ったんですけど、古着って若い人が買うってイメージ持ってる人もいるかもしれないんですけど、いい服をですね、安く買って着るっていうのは別にその若い人だけじゃなくて、僕みたいな中年の人にもですね、全然楽しめるんで、ぜひですね、メルカリで、古着を買ってみるのをお勧めします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。